吉さん、勝間勝代さんが最近のね YouTube で言ってたんですけども50代はそんんななに悪くないよよっってことだったんですよ勝間勝代さんこの前53歳になったばかりだそうですけども 50, 50代っていうのはね体力も落ちかけているけどもまだ十分あると40代の延長線上の体力があるとそして経験や知識はこの50年の力で時間でねかなり力をつけてきた一番バランスがいい時なんじゃないかなって言われてましたね まあここでね私が思うのは、まあ、50代っていろんなものをね諦めざるを得ない時だったり自分のこれからの方向性がもう動かしきれないそんなね限界を感じるところだっていうそういった固定概念にあえてね逆行したんじゃないかなと思うんですよ。で話を聞いてるとああそういうふうに考えれるんだな確かになっていうふうに思わせてくれるそんなね勇気の出る動画でしたね島也さん、まあ、あの人も結構しつこく上げてますよね。 <laughs> なかなかよろしいかと思いますよ、うん、ちなみに勝山克代さんのエピソードで面白いのはなんか「綺麗が勝ち」っていうね本を書いたんですよでそこに「2チャンネル」のひろゆきさんが「勝野さん勝野さんどう考えても綺麗な人じゃないんですけどもんであんな本書いちゃったんですか?」とか、ね、突っ込んでましたね「な <laughs> んだそれは」<laughs> みたいな失礼だなと思いましたけどねいってらっしゃい。